こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、今の季節に一番役に立つ着物の色があるというようなお話をしたいと思います。今は6月の中旬を過ぎて、もうすぐ7月になりました。こんな時に一番役に立つ着物の色があるんです。そんなお話を今日は皆様にお伝えしたいと思います。このように、この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、以前の動画でですね、白い着物が役に立つ季節があるというふうにお伝えしましたね。そうなんです。白い着物というのは4月以降、4、5、6という季節には最適ですね。ですから私もたくさん着ましたよ。ですが、その後に着るのにとっても役に立つ色があるんですね。その着物の色をお伝えしたいと思います。これは特に紫の個性の方にお役に立つ内容だと思いますが、他の個性の方も参考にしていただけますので、そのようにご覧くださいね。それはどんな色なんでしょう。正解を申し上げますね。それは中間色。中間色です。中間色って何色っていうことになると思うんですけれども、薄い色と濃い色の間、中間です。中間的な色がとても役に立ちますよ。へえ、そうなんだ。中間的な色が役に立つのね。それって、でも、青なの、緑なの、茶色なの、ピンクなのっていうことになりますけれども、どんな色でもいいんです。薄い青、暗い青ではなくて、中間的な色合いの青。それから、薄いピンク、暗いピンク。ピンクが暗くなると何色になるんですかね。ピンクっぽい黒。そんな色ではなくて、中間的なピンクというような色ですよね。私が持っているその2つの色の今着るお着物をご紹介してみますね。1つはこれです。以前の動画で何回か着ていますね。お召しです。お召しでこの色を選んだ理由というのは、着る色がないっていうように、ちょうど今の季節に困ったんですね。それでこの色を選びました。その時に気をつけたのは、白い着物は持っている、それから黒い着物も持っている、その中間的な色がいいと思って選んだのがこれだったんです。それからもう一つ、それはこの色。この着物もいろいろたくさん着てますよね。この間のランチ会でも着ましたよ。この着物を選んだのもやっぱりちょうどこの季節だったと思います。黒い着物は持っている、白い着物も持っている、今度はなんか違う色がついた着物を着たいのと思って、そしたらこの緑があったんですね。これ派手じゃないかしら、これ着れるかしらと思いながら作りましたら、案外良かったんです。というふうにですね、最初は皆様は黒い着物ってよく買われる、作られると思うんですね。でも気がついたら、私の場合そうなんですけど、これ塩沢です。塩沢も黒、夏牛首も黒、お召しも黒っていうふうに、一重で黒の着物を何枚も持ってるんですね。その後に、黒すぎるから白いの作ろう、白もいいじゃないと思って白を作りました。今度は黒と白ばっかり、色が欲しい、色が欲しいと思って、こんな色を選んでいって、結果的にこういう色のお着物は大活躍しているんですね。もちろんこういう黒い色も、それから白い色も活躍していますよ。でも黒くない、白くない、普通の色というのは便利なんですよね。なぜ便利なのですかということになりますが、それはですね、白い色のお着物っていうのは、日差しがカラッと晴れやかで明るい日差しによく合います。それから黒い色のお着物というのは、少しどんよりした日差しによく合うんですね。そうじゃない時にも合いますけれども、よりマッチするのはそういう時なんですね。ですから、白いお着物をどんよりした日に着るのは、ちょっとあれどうかしらと思うことがありますし、
それから晴れやかな日差しの時に黒いお着物を着るとあれちょっとどうかなって思うことがあるんですね。ですがこんな色とかこんな色だったらどっちの日差しにも合うんです。ということで結果的にこういう色は1年を通して結構たくさん着ることができているんですね。これは私の体験です。そうじゃない方もいらっしゃるかもしれません。もちろんいらっしゃると思いますよ。個性的に見ると紫の個性の方というのはそういう傾向が多いと思います。つまり最初に黒い着物を買って黒が多いから薄い着物を買って気がついたら黒と白だから中間的な色を作りたいというそういう進み方をする方たちですね。ですから着物入門者の方たち、これから着物を作る方たちにその状況をお伝えしておくと何かのお役に立つのではないかなと思います。私はですねその中間色のお着物をこの色が好きだからこの緑を作ったとかそれからこの色が似合うから作ったわけではないんですね。中間色の着物っていうのは私にとってはなんとなくかっこいいわけじゃないし、これ着れるかしら似合うかしらっていうようななんかそういう位置づけだったんですね。でも作ってみますと本当に活躍しています。ですからこれから一重の季節というのが以前よりもずっと長くなりますよね。温暖化ですからもう5月末から夏物を着てらっしゃる方がいらっしゃいます。それから10月になっても一重を着るというようなことが多くなっていると思います。ですから一重の着物と考えた時に黒っぽい色それから白っぽい色だけではなくて中間色というようなジャンルの色ですね、中間的な色合いです。暗くもなく薄くもなく普通の色合い、そういうものを作られると応用が効きますよと思います。6月にも9月にも応用が効きます。そうですよね、これ6月にも着ることができますし9月にも着ることができますね。これもそうですよね、これもそうですよね。6月のような時期というのは暑い日、涼しい日、それから日差しが強い日、曇っている日の差がものすごくあるんですね。ですから明日何を着ようかしらと準備をしていてもいざその日になったら全然日差しが出てないかったりするんですね。それから寒いとかっていうこともあるんです。ですからそういう気温ですとか日差しに対して合う色というふうに考えますとどちらにも応用が効く。寒くても暗くても暑くても涼しくても明るくても使うことができる中間色というのはお役に立つ色です。皆様の頭の中にちょっとそのことを入れておいてください。やっぱり一重の季節っていうのは私は着物を作り始めてからなかなか一重の着物を作らなかったんですね。なぜかっていうと一重の時期は短いからです。6月と9月だけなの？6月と9月だけのために作るの？そんなの作れないと思ってなかなか作らなくて合わせばっかり作っていました。でも今は季節が大きく大きく変わって一重の季節が長いですね。もう5月、6月、9月、10月、11月も一重でいいかもしれませんね。それは暑さに対して言ってるんですけれども、そういう寒暖の差とか日差しの差が激しい流動的だという期間が長くなっているということなので、どんな季節にも対応できる対応力がある中間色はお役に立つと思います。皆様にとってお役に立つ中間色を探されたらいいなと思います。今日の動画がお役に立てば嬉しいです。皆様のご意見やご感想をお寄せください。今日の着物クイズです。中間色の着物はかっこよくないから役に立たない、丸か×かどちらでしょう。7月30日にランチ会を開催させていただくことになりました。前回の目黒雅叙園でのランチ会がとても楽しくて好評でしたので、今度は7月30日の土曜日に浅草のレストランでお食事をしましょうということになりました。解説欄に URL を書いておきますので、そちらからお申し込みください。11時半にレストランに集合いたします。フレンチ料理をコースで
和風にお箸で食べさせてくださるレストランで、浅草に住んでいる方たちがこぞっておすすめするおしゃれな美味しいおもてなしの良いレストランということです。そこで2時間ほどお食事をして、それから浅草の雷門などを散策して、いくつかのお店を回りたいと思います。皆様が参加していただけたら、お会いできたら嬉しいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。